んにちは、牛鉄です。さあ、というわけで、今日ね、動画の前にちょっとまず皆さんにちょっと、謝らなければいけないことがあります。はい、ちょっとそんなに大したことはないんですけども、昨日ですね、大阪ダービーがね、ルヴァンカップの大阪ダービーの方があってね、本当にね、私行くつもりだったんですけども、ちょっとね、この金曜日ぐらいからちょっと私体調の方を崩しまして、ずっと寝てました。はい、ちょっとね、現地参戦、それでね、当然ね、現地の方を断念してしまいね、本当にちょっと申し訳ない気持ちで、しかもちょっと試合の方も本当にね、すごいちょっと悔しい結果だったんですけどね、その話は置いときましてね、今日2023年6月19日ですね、6月19日ですね、こちらね、いよいよね、私はね、待ち遠しにしていたものがあります。そうです、 J リーグとラブライブシリーズのね、コラボの詳細が発表されたということで、今回はそのね、雑談といいますかね、ちょっと私がね、ちょっと思ったことをね、いろいろとかね、皆さんにね、紹介とかね、していきたいなというふうに思います。はい、まずね、この J リーグコラボなんですけれどもね、夏からね、始まるということでね、いやね、本当ね、ずっと今年の1月や2月の富士フィルムスーパーカップで発表された時はすごい私ワクワクしていてね、していたんですけども、そこからね、もう何ヶ月かね、すごい音沙汰もなくて、ずっと心配していた中、今日突然ですね、今日詳細が、発表されまして、しかもキャラとかもね、詳細とかも発表されましたということで、まず行きたいなというふうに思います。はい、まず1個目、コンサドーレがですね、今ちょっとホームページの方を見ているんですけども、はい、まずコンサドーレがね、海ちゃんとミヤちゃんときなこちゃんということで、きなこちゃんは当然ですね、やっぱり北海道の子なので、北海道の子だね、選ばれたと思います。はい、次2つ目は、鹿島アントラーズですね、鹿島アントラーズは、こちら、ニコちゃんとかなたちゃんと、しきちゃん、ということでね、これもいいんじゃないかなと思います。あまり、コラボ理由とかね、ちょっとよくわからないんですけども、それは置いといて、次、浦和レッズ。浦和レッズですね。ACL チャンピオン。浦和レッズ。こちらは、マキちゃんとカスミンとシキちゃんということでね、マキちゃんは、そして赤。自分のね、色が赤なのと、しきちゃんはね、やっぱくまちゃんが埼玉出身なのでね、選ばれたかなというふうには個人的には、思います。これが多分理由から、いろいろ多分選ばれてる理由が、あるんですけれども、多分そうかなというふうに思います。さあ、次2つ目がですね、鹿島レイソルはね、ニコちゃん、エマちゃん、そしてちょっと大変言いづらいんですけども、スミレが選ばれました。いやー、ちょっとね、ちょっと まずここで取られるというね、ちょっと私からしてセレサポとしてはね、ちょっと悔しい思いなんですけどもね、それは置いときまして、さあ次 FC 東京ですね。 FC 東京は、エリちゃんと、ランジュと、レンちゃんですね、こちらの3人が選ばれました。さあ、そして次がですね、川崎フロンターレはね、のぞみちゃんとゆうちゃんと、さあね、夏美がね、取られましたよ。いやーね、ちょっとまたここで推しが取られましたというか、ちょっと推しが取られたということにはね、ちょっと悔しいですね、やっぱり。さあ、次マリノスですね、横浜 F マリノス、これはね、スーパーカップでも同じく、りんちゃんと、あゆむちゃんとかのんちゃんがね、ちょっと推し2人が取られてね、ちょっと悔しい、私の恋愛推しとしてはね、ちょっと悔しい、ちょっと悲しいことだ、出来事だったんですけどね、ちょっとそれを切り替えていきたいなというふうに思います。さあ、続いて同じく横浜 FC はね、こちらというかね、小鳥ちゃんと、リナちゃんと、そしてね、メイちゃんがね、選ばれました。さあ、そして次、こちらへ、湘南ベルマーレがですね、ほのかちゃんと、しおりこちゃんと、ちーちゃん、さとちゃんがね、選ばれました。さあ、そして次、昨年の J2 チャンピオン、こちらアルビレックス新潟でございます。アルビレックス新潟ですね、こちら、海ちゃんね、海ちゃんがまた選ばれました。海ちゃんと、エマちゃん、そしてね、かのんちゃんがね、選ばれました。やっぱり、かのんちゃんはマリーゴールド、正式にはね、マリーゴールドなんですけども、
自分のねカラーがまあオレンジ系統なのとね、やっぱりそのアルミのチームカラーがね、まあ見て分かる通りなんですけども、あのオレンジなんでね、多分これでねまあ選ばれたかなというふうには思います。さあそして次名古屋グランパスですね。名古屋グランパス、グランパスはねこちらまたリンちゃんがね、またリンちゃんがこちら取られましたね。ちょっとリンちゃんがちょっとまたライバルに取られました。あと、セツナちゃんとメイちゃんがね、まあこのまあ説明のね2人はあの赤系統が、まあ、メンバーカラーなので、ね、まあ多分選ばれたかなというふうには、まあ、思います。さあそして次がですね京都サンガ FC、 サンガがですね、こちらですね、まずね小鳥ちゃん、エーランジュ、そしてきなこちゃんがね選ばれました。そして次、はい次ですね、はい、あそこです、あそこです、青黒のあそこです、青黒の、はい、あそこがですね、のぞみちゃんと、愛ちゃんと、そしてちさとちゃん、このね3人が選ばれました。さあそして次、我らがセレッソ大阪でございます。さあ我らがセレッソ大阪、誰が選ばれましたかというと、ミューズが、花代ちゃん、そして次虹ヶ崎がかりんちゃん、そして最後リエラからはクークーちゃんがね選ばれましたということでね、推しが見事にかちょっと残念ながらちょっとセレッソに来ないというね、ちょっとまあショック、ちょっと悲しいんですけどもね、多分だと思うんですけども、あの大阪とねあのクークーちゃんの地元のね上海が多分これはまあ多分、ね、あの姉妹都市なんでね、多分おそらくまあそれでまあ選ばれたかなというふうにはまあ思います。さあそれで次、ヴィッセル神戸でございます。はい。ヴィッセル神戸はね、こちらまた、花代ちゃんと、しずくちゃんと、すみれが取られました。いやー、ちょっとまたね、ここで推しが、まあ、取られたのは、ちょっと、まあ、またショックなんですけども、まあね、それは置いときまして、次、サンフレッチェ広島でございます。はい、サンフレッチェはですね、まきちゃんと、またみやちゃんと、くーくーちゃん。さあそして次アビスパ九州行きましょう。2つ、アビスパからはまたほのかちゃんと、カスビンとレンちゃん。さあそして最後サガントスね、こちらエリちゃんと、次がねちょっと衝撃的です。アユムナツミがね取られました。いやーね、ちょっと推しがねちょっと見事に全部ねちょっと推しで、ね、ルビーちゃん以外1,2,3,4 人ちょっと取られたことはねちょっとまあ残念なんですけどもね、まあでもあのセレッソでねコラボしてくれるというのは自分の好きなねもちろん作品ですし、好きなチームですしね、やっぱりこうやってねすごいコラボしてくれるのはね本当にまあありがたいかなというふうにまあ思います。さあそしてねコラボ試合もね決まっております。8月26日の、グランパス戦ですね。グランパス戦ですね、ここにはですね、ミュータン、久保田美優さんがね、こちら淀港に駆けつけます。いやーね、普段はね私いつもサッカー見るときはあの基本はねゴール裏で、ね、まあ見るんですけれども、ちょっとまあこの日はね桜ソシオ今手元近くにあるんですけども、桜ソシオのね割引券がねあるので、ちょっとまあそれを使ってねまあ行きたいなというふうには思います。ということでね、8月26日私現地予定でございます。はい、まあ、8月26日の前にですね、あとパリ・サンジェルマン戦当たればなんですけども、今ねちょっと最速選考ちょっと外れちゃったんですけども、とあと7月10何日だったかな、16日のレッツ戦、浦和レッツ戦もね、いきます。さあね、話は戻しましてね、いろいろグッズもねありまして、あとねちょっとまあ盛り上げ、あと話戻すんですけどね、トークショーとかもねありますし、何よりもねこちらグッズとかのねあります、まあ、フラッグですとかタオルですとか、あとね缶バッジ、アクスタでアクリルパネル、あとキーホルダーもね発売されます。いやね本当にすごい私ね楽しみですね。やっぱりこのセレサポ兼やっぱりラブライバーとしてはねすごい、まあね、楽しみなイベントだなというふうには思います。さあそしてちょっとここまで、まあね、前にもねちょっとまあ話したんですけどもね、ここまでねミューズとかね話したんですけど、
さあ多分まあこう思った人もまあいるじゃないかなというふうに思います。あれなんで悪はないんだというふうに、まあ、思ってる方もいると思われるんですけども、悪はですね、ちょっと手元にあるんですけども、はい、こちらです。アスルクラのノマズがね、こちらスポンサーというふうに、ね、なっているので今回の、まあ、コラボはないということでね、まあ、おそらくまあ今年も、まあ、サードウィニー出るかな、ちょっと出てほしいというふうには思うんですけれどもね、多分おそらくというかね、このアクアはこのノマズがあるので、今回はまあコラボはなしということでね、はい、というふうになっております。さあというわけで今回はですね、まあ、緊急で、まあ、動画回したんですけれども、こちらというかね、ラブライブシリーズのコラボの、ね、決定ということで、ね、私、私鉄が思いましたことをね、いろいろ述べさせていただきました。さあ、というわけで私、まあ、繰り返しにはなるんですけども、8月26日、もちろんぜひ、現地の方に行かせていただきます。さあ、というわけで、ね、本日は動画以上です。本日もご視聴いただきありがとうございました。もし、この動画が良ければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画で会いましょう。さよなら。